6時台になんとか連れ出してます。カタクチイワシ3匹です。深瀬釣りのノッコミチンテトラのポイントです。こいつがでかいのが、よいしょ、43か4。上手です。お見事、グッドタイミング、グッドタイミング。来ましたかいいタイミングです。おっと、叩いてるな。いや、いや、行ってるか、横行ってるか、よう曲がってます、曲がってます。何やろ、あ、チヌでしたか、咲いてましたね。こっちチヌ多いですね。さっきも1。ああ、そうですか、2枚目ですか。ちょっと、ちょっと中型が入ってきましたかね、数ね。やっぱちょっと沈みテトラがあるだけにチヌが多いですね。40手前ぐらいですか。これがちょっと数でも入ってきたんでしょうね。これが数釣れてでかいのが混じったら一番楽しいですけどね。お見事、45センチ跳ねかかりました、行きましたか。そうですね、浮きが出てくれましたね。持たれませんか。いや、一応ちっちゃいですけどいいですか。いやいやいや、もう45、立派な羽です。いやいや、ありがとうございます。そうすると3ですね。3つですか。3つで OK、了解です。これからそうっすね、ですね、当たりはあるんでね、まだいけるかな。まだまだ、これからこれから。ありがとうございます。助かります。43センチ立派なチヌです。これもエビ巻き釣りです。時間範囲でまだこれからだと思います。昨日このポイントで6時台にイワシ爆釣の方です。家帰って正確に数えられたら80匹はいたそうです。片口ワシです。今日はまだこれからだと思います。今7時前です。頑張りましょう。お、来た来た来た、なんかプルプルっと来ましたね。わ、これからだと思います。一回針、小さい針を切られて貼ります。今日です。チヌが2匹、1匹は逃げちゃいました。お、いいチヌで、うわ、3つ釣れてますか、こちらは。早い時間に、早い時間ですね。その1匹でかいですね。これね、あります。そう、47.5。うわ、強いところですよね。6時台ぐらいですか。そうですね。ここやったら棚は2ヒロ半とかなんですか。そうです、3ヒロないぐらいですね。なるほど、強本で、はい、もう引いていく。あ、なるほど、はい、ちょうどいい試合で、ね、ちょっと上げれます。すいません、失礼。あ、 OK です。チヌ浮かせで好調ですね。こちらの方が3匹、こちらの方が2匹、1匹石畳の間に落ちちゃったみたいで今から救出です。あちらの深瀬の人もストリンガー入れておられます。お、強い強い強い、おお、強い強い強い。うわ、でかっ。それまたでかいですね。ねえ、へえ、今日いいですね。おお、50近いですか。あ、うわ、チヌやな。ふう、
50はないにしても45を超えてますね。わあ。ちょっと次落とさんよ、ね。いいタイミングで。もうちょっと上げてもらえると、はい、いいですね。やっぱでかいの釣りますねやっぱり。まあね。釣る人は釣るんですよ。伊達にね。伊達にね。金使ってないで。お。お。あか60。60ちょっと。60センチ。60。飛ばした60。はい60。OK。グッドサイズ。今さを曲がってますわ。ちょっと遠いから行っても間に合わへん感じかな。おお、これ地合いかな。曲がってる曲がってる。死ぬですか。グッドタイミング。グッドタイミング。何匹目ですか。一発目、言い方ですね。言い方よ。言い方よ。あ、たっぷり取ってください。いやー、ありがとうございます。いいタイミングで。ついにやっぱ当たりましたわ。おー。45ぐらいあるかな。そうですね。浮かせですね。いや、奇襲。あ、奇襲すぎない。奇襲です。浮かせ釣り。そこ、這わしての一発でした。何匹か釣れてますか。まわかりですね。ほんまや。はい、およいしょ、これがケーソンで結局70台ぐらいかとこですね。どうしようかな。この角度でいこうか。こっち向けますか。もうちょっとだけこっち向いてもらえますか。ちょっと顔が暗なるけどいいかな。